ピン。どうですかね。何かですか。ここ。あやぷーさん。ここはどこですか。え、これ。はい。ビューモンバーム。ブ。なんか言い方が違った名前と。レモンダム。おお、めっちゃ綺麗やん。はい。あやぷー TV です。今日は。ビューモンダムに行きたいと思います。いやもうついてんだけど行きたいと思いますってもうついてるんだけど、めっちゃ綺麗やん、これ見てよこの映像。綺麗綺麗、本当に綺麗。あ、ちょっとそのほらビューモンダムの並んで、いや絵になるじゃん。ツッタンマオゼドラゴンボール。竜だから。あ、そういうこと。竜と悟空の声優さんが一緒になってる。なんだっけ、ほんで、あやぷーの歌い方は。お、いいかけろ。ドラゴンボール。テレ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 。反対側を見てみようか。結構高いね。だって坂結構登ったよね。うん。おお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 おあれ牛の基地なの？だってほら白みたいにいるのが白いか何か知らんけど、白い三逆三角形。白い逆三角、あっちか、うん、あ、本当やな。でしょ。ああ、あったあった。ああ、すごいね。ああ、でかいね、うん、桜がないな、思ったほど、うん、もっと桜があるかと思ったのに。あ、そうなの？だってもうあそこ緑だよ。ああ。あっちあっちあっちがキャンプだ。はい。桜桜桜ですね。バイクも止まってますね。でも日当たりがいいから葉桜になってるね。ゴミは持ち帰りましょう、当たり前やっちゅうの。あれ、現在地はどこ？思った、現在地どこなんだろう。え、現在地？あ、でもダムのとこだから、あ、こう来て、ここら辺ぐらい。あ、赤い点が打ったら、その流水広場っていうとこか。あ、芝広場、そこの付近だね。あ、そこら辺だね。車に止めた？うん。で、今かここ？うん。なそのドラえもんのアイテムの出した時の。こう見てた？なんとなくの。はい、竜門ダム防災情報施設、竜門ダム管理支所、122段って書いてあるの、階段が。122段だよ。あやぷ階段から避けてる。あんなちっちゃい子も降りてるのに食べた分は消費してね。いいよ。え、俺いいよ。はい。
これじゃん、俺が植えたいって言っとったの。かわいい。これ、これ。道断ツツジっていう木。これ？うん。かわいい。スズランみたいな花が咲くでしょ？これ植えてたんだよ、俺、家で。どんだけ言われとんの？高いな、でも 36.8 ある。あ、そしたらもらえるんじゃないの？知らんけど。さようなら中山小学校。ああそうだね、うちの地元の村がいくつか沈んだからね。なるほどね、こういう生態も変わるからね。あ、気をつけたい毒草とかもあるじゃん。ああ彼岸花有名だね。彼岸花は家にあのほら花瓶で飾るとその家が火事になるっていう噂というか言い伝えがあった。おお、クロマニヨン人すごいね。作業してるおじさんたちが。こちらは建設中のイメージです。あ、キャンプ場、展望広場、キャンプ場とかね。生き生き運動広場。あ、これが龍門ダムね。綺麗にできてるじゃん。素晴らしいジオラマですね。ダムーン。すごい落としよったぞ、ドンっつって。大丈夫か、施設壊してないか。いやね、腕だけビュービュービュー来たけんね、やだーと思ってきたのに。アバターもらった。いろんなとこでもらえるって、いいんじゃない。取っとこう。大君とかのダムターだったかもね。あるよ、ダムに行けば。あ、本当やね、キラキラしてるね。うん、全貌したもん。全貌したもん。なんや、子供みたいなことしちゃう。でっかい子供。お、作詞家島田金也さん。金崎島。お、また子供みたいにバカバカ遊んでる人がいます、ここに。ああ、それそのためのやつやで。いい。どこ行きたい？メロンダムここよ、ほら、光ってるとこ。俺、龍門ダムしか知らないんだけど。メロンダムって言ってたじゃん。あー、なんかあったね。ここ。で、ほら、菊池城って言ってた、これここ。こことね、メロンダムが、超そばとか。ほんとだね。うん。あ、さっきの曲詞だ。山川ね。あ、上行きますね、ここ。あー、上行きます。山川ここ。山川。あ、上。あー、これね。うん。さっきこの菊池と。菊池、植木、山が、私が行くところがアンズの丘だし、もう曲詞ボタンがない。ほら、アンズの丘はね、
栗食べ行ったところ。ああ、はい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 、和栗スイーツフェアね。そうそう、熊本、うん、うん、はい行きますか。あ、これ金の形になってるな、これ。あ、ほんとだ。開くって言ったら。開く。あ、なるほど。閉じる。あ、閉める。スイッチを押して覗いてごらん。はい、押しますよ。何か見えるの、これ。何か見えてる、これ。これ真っ黒。こっちも真っ黒だ。壊れてますね。音が鳴らないの。カスケ、アオゲラ、オオルリ、ホトトギス、ウグイス、ホオジロ。何やろ。おならした？少ない。いいのが取れましたね。大丈夫だと取れるぞ。これ裏か。一応取っとこうか、これ。ほら、重要指名手配。ほら、モリモリさん。見てみてるな。よし、じゃあ行きますか。